当にここから見ても、ね、この横断歩道に30人、50人がずっと人波が溢れてる頃がね、懐かしいよな。身内もおるし、まあ何よりもまあこんな店でもよかったら行ったろうかいうお客さんに支えられたいことです。まあ、安く飲めるで駅前で近い、いつでもやってるみたいな定番の場所だったので、すごい、まあ、そんなめちゃくちゃ行ってたわけじゃないですけど、いつでもやってるっていう安心感みたいな感じだったですね。あ、なるほど。島根からっていうことで。でも駅のこの距離でこんな店あるのすごい貴重だった。大学の時はよく来たんですけど、うどん食いに来たんですけど、で、おばちゃんとあのアイスも悪そうですね。あれも味でしたね。あれが味なんですよ、ほんまに。ですね。はい、というわけで今日ね、閉店ののんきぼさんに来ました。まあ、明日がね、祝日ということで、大変ね、にぎわって店内もね、昔から、来られている常連の方から、昔よく来てた、方、遠方からね来られた方もいて、結構にぎわってます。で、今回ね、ちょっと特別にあのこの白枠、この商店街はですね、実際に申請でこの白枠内で、まあ、商いをしていいというか、看板立てたりとか、テーブル、椅子を置いてもいいような感じになってて、今回はですね、特別にあの椅子を使って、撮影してます。で、店内はね、そのメニューっていうのはもうほとんどね売り切れちゃって、で、丼とかうどんとかそういうのも全部売り切れです。で、飲み物もね、ビールは売り切れで、もう今本当に簡単というか、もうつまみ系の食べ物しかないというぐらい、本当にあの昔からのお客さんが、来て、食べているような感じです。で、もうラストかっこ、あの撮影のためにね、もう特別な量かな、なってます。これ唐揚げ、サクサク唐揚げ。普段はね、多分いつもはね、こういうお皿に入ってるんですけども、気を使っていただき、ちょっと大きめのお皿で用意してくれました。いただきます。おいしい。懐かしい。パリパリしてる。うん。で、こちらが牛すじ焼きです。あ、うまっ。これやばいわ。これちょっと撮影のために、お酒は飲めなくてウーロン茶なんですけど、十分ね堪能できるような、懐かしとこの酒に合うこの塩加減、ものすごくいいです。こちらが牛すじ煮込み、いただきます。あ、程よい甘さで、これね、ご飯の上に乗っけたら美味しそうな、そんな、ま、汁というか味付けですね。美味しいです。これ赤ウインナーですね。いただきます。安定の赤ウインナーでございます。ちょっとマヨネーズつけなかったですけど、ちょうどいい、程よいね、この塩加減で、マヨラーの方はね、ぜひマヨネーズをねつけていただくのも一つの楽しみかなと思います。からのこのポテト、これはね食べたことないですね、僕は。あ、うまっ。
お口直しでございます。これ完全に程よい塩加減。うん、うまっ。はい、というわけでね、のんきぼさんのね、カツ丼の、カツ丼っていうかね、もうお米が売り切れなんですけどもね、このカツだけまだ残ってるということで、卵とじのね、カツでございます。こんな感じで、あ、結構ね、これ持った感じもね、だいぶ柔らかい感じでございます。でちょっといただきますね。うん、あ、お肉が柔らかくて、なんだろうな、なんかちょうどいい甘さ、大衆食堂であるような、優しい甘さ、つゆだくにして食べたい、まあ、そんなカツですね、これ。でもご飯ないのがちょっと悲しいんですけども、まあ、そんだけお客さん来たということですよ。キータさん、お疲れ様です。あ、お疲れ様です。一回、あれなんですよ、2018年に一回回らせてもらって、いろいろお店回らせてもらった時に一回取材させてもらって、そのご縁で、はい。え、もう、どのぐらいから来られたんですか？2時間前ぐらいからずっと、もうマジっすか？うちの専門のソフィアも来とるし、隣のバールのおばちゃんも来とるし、最後な、まあ、あるじゃないからな、楽しかったら、面白かったらな、はい、誰にしもできるような店じゃないし、うんうん、これで飲食店が成立できるんやってすごいな、いうのを自分ながらに思うけど、でもまあ、従業員の人もよう頑張ってくれて、うん、まあ、まあ自分だけやな、が店したわけでもないし、午前の親もあれは、まあ、身内もおるし、まあ何よりも、まあこんな店でもよかったら行ったろうかいうお客さんに支えられたいことですわ。それがまあ一番な、まあいろんな人がおるから面白い。これやっぱりこういう客層がこうですいうのはないもん。みんなもさ、何がいいか悪いは別として、万人平等の平等でこれぐらい、もうふざけてる店はもう、まあ多分できんやろうけども、それができたいことが、まあ、とまあみんなに感謝だね。お客同士で、接客もお客同士でするわけだし、まあある意味ほったらかしで、お客様迷惑なんか楽しいのかよくわからんけど、最後ぐちゃぐちゃだからもうぐちゃぐちゃ。でも終わり方も最後これぐちゃぐちゃでよろしいから言ってたもん。とにかくもう、まあ面白かったよ、はい。どういったことですか？もう、いや、そうでもねえですけどね。もう、仕方ないっていう。はい、そうですね。感じですね。まあ、本当ね、天ぷらとか見たいですけど、天ぷら、材料が全く。それだけもう、売り切れちゃったんですよね。ほとんど、だいぶ出尽くしてしまったんで。皆さん47年間ありがとうございました。本当にお客さんに可愛がってもらって、僕はまあ高校2年生の時からのんきぼというお店を始めて、まあ、うどん屋から今のハイボール居酒屋という形になりまして、本当にたくさんの方に可愛がっていただいて、最後綺麗な終わり方ができたんで、本当に皆さんに感謝するとともに、また今後もあとはどこかで何かがあった時に必ずお会いできて、本当にまた新しいみんなで騒げる場所が提供できることを信じて、御年62歳ではございますけども、これから前に向いて頑張ります。でいろいろと本当にありがとうございました。今日本当にこの再開発の問題もいろいろありますけども、まあそれはなしに、これから先に前見て、みんな次の世代に頑張ってほしいなと思います。だから本当にいろいろとありがとうございます。
とともにまたね本当にまあどこかでまたお会いしましょう。まあ顔出しで僕はまあもし何かあればいつでも声かけてください。本当に何か本当に今迷惑しかけんかったですけども、まあ、特に商店街の人にもいろいろとご迷惑かけましたけど、まあ今日本当に寂しい限りですが、まあ今日もちまして閉店となります。47年間本当にありがとうございました。ありがとうございました。お疲れ様です。ありがとうございます。どうもありがとうございました。ありがとうございます。ありがとう。岡山の、まあ、それいろんな人が来るじゃないですか、駅から。あの人らがもう本当にここから見ても、ね、この横断歩道に30人、50人がずっと人波があふれてる頃がね、懐かしいわな。まあ今夜でこういうタイミングにはなるけども、なんだこの見慣れた光景、まあそこの上からのこっちをノンキボの方にテレビ局が夜中もずっと流しとって、ああ今のうちバイトのない明かりがまあ夜中のテレビつけても分かったけど、今もそれすらそういう光景がないけど、まあこれで今日で終わりかなと思うと、まあ岡山の街もこれからどんどん発展していけばね、これから僕らがやってきた歴史はこうやって残していただくとして、新しい岡山のためにねどういうふうになっていくかいうことを楽しみにしながら、まあ今後一生懸命人生やっていかんとあかんなと思います。でも本当に岡山の街がこれから本当に変わるわけだから、本当にみんなね、もっともっとね、岡山県、岡山市を盛り上げてほしいと思います。まあ僕らは一時代が終わったわけだから、お役御免ということで、次の世代に夢を託して、まあこれで、まあ本日をもって終了ということに、まあ岡山駅も初めにみんなありがとうございました。まあ最後の見納めになりますけど、もっとね、岡山の街を発展してください。